班は模擬店との連絡係。出たいですか？いや、出たりとかの方がいいですよ、別にたくさん出てもらっていいですよ。本当ですか？はい、出てください、はい、お願いします、はい、やばい、伊藤さん。このイベントは普段は知り合うことのできないいろんな大学の学生と仲良くなれるきっかけにもなった。エントリーシート書いて、はい、食品です。食品、はい。では、第2回ブース会議、ブースの出展者をまとめるのは班長の森下くん。資料の方を、見てもらった方もいると思いますが、こちらの印刷ミスで、順番がバラバラになっていますが、テーマの方は一度言いましたが、彼は今年のイベントの実行委員長も務めている。この資料を作ってみました。森下くんは去年から実行委員に参加。委員長となった今年は責任も重い。自宅に帰ってからも会議の資料作りに追われる。今はキャンパスパラダイス一色の生活だ。みんなの中で何をやって何をやれないのかっていうところが、自分たちは全てやりたいんだけどやっぱり時間が足りないっていうところが、今すごい悩んでるところですよね。ステージを飾る巨大な看板も彼らがやりたかったことの一つ。しかし作ってはみたものの、本当に建てられるのか不安は募る。大丈夫？テレビの枠の位置どうですか？本番までには何とかなりそうか？自分たちのやりたいことを実現するために奮闘している実行委員はここにもいた。久屋班の元岡さんだ。1時から結構すごいいい人でした。今年もキャンパーよろしくお願いしますとか言ってたから、あのヒゲを生やした人が団長さんらしい。実は元岡さんたちはイベントのオープニングでキャンパスパラダイスの応援をしてもらおうと名古屋大学応援団に交渉。しかし最初の交渉では自分の大学の応援しかできないという返事だった。そこで実際にどんな応援をしているのか見学だけでもさせてもらおうと足を運んだのだ。出し物を一つ決めるのもすんなりとはいかない。思い通りにはいかない、でも自分たちの思い通りに行くっていうのは言うほどこそおかしいと思うんですよ。さまざまな葛藤と戦いながら迎えた本番当日、自分たちの思い描くイベントは果たしてできるのだろうか。オープニングを飾るのは久屋からエンゼル広場までのパレード。久屋広場のステージではパレードの一行が華々しくスタートを切った。その頃エンゼル班では、もう向こうがこっち来るからさ、15分にで俺が電話で会えちゃいね。もうすぐだね、もう行くよこれ、もう行っちゃう行っちゃう、うん、早く急いで急いで。パレードが久屋広場を出発した頃、エンゼル広場ではトラブル発生。演出に使うロケットが壊れてしまったのだ。しかも山田くんのだけ。なんでこれ抜けんのさ、本気で何でしてよ、3つがダメかもしんない。いやちょっともう、すごい水星だから、あーどうだろうな、これもう本気で、いやもう今日ほど逃げ出したいと思った時よね。パレードはすぐそこまでやってきた。ロケットを飛ばす瞬間は刻々と近づいている。やっぱり焦る山田くん、果たしてロケットは間に合うのか。早くしてよ、本気で、ほらもう、ほらもうちょっと待って、そして本番。山田くんのロケットだけが飛ばなかった。早く詰めて、入ってないやつ詰めて、こっちダメ、これどうしよう。くそー、本気で悔しいよ、はい、人生とは思い通りにいかぬものだと5月の空につぶやいた。アンキャンパスパラダイスは何かを表現したいという学生たちの絶好のステージでもある。彼女たちは南山短期大学のジャズダンス同好会。
とにかく踊りたいという気持ちを持った7人が自分たちで集まって練習を続けてきた。彼女たちが練習できるのは体育館の空いている時間だけだ。じゃあさ、出始め一番最初の音取るから。この同好会を始めたのは片岡ゆめさん、南山短期大学の2年生。彼女の踊りを見てみんなが集まってきた。後半がどうしてもそれにつられてから、リサたちの音を聞いて出てるんだね。練習はかなりハード。これまでなかなか練習の成果を発表する場所がなく、人前で踊ったのは去年の学園祭のみ。キャンパスパラダイスはダンスを見せる願ってもない機会だった。学祭とかだと、もうダンスだけじゃなくて私のこととかも知ってる人たちが見るから、すごい ある意味あったかいっていうか。だけど今回はその客観的にダンスだけ見てどうなのかっていうことを、やっぱりその視線として浴びることっていうのは結構これから先必要かなっていうことで、うん、楽しみにはしてます、うん、本番当日、彼女たちは念願通り様々な人の視線を浴びて踊った。それは初めて体験する高揚感、自分たちの表現したいことを誰かに見てもらえるという喜び。練習の甲斐あって最高のステージができた。学祭の時はみんなの息が合ってたっていうのは思ってて安心したもん。観客の人も同じところにいることで安心感もあった。体で感じる反応が良かったっていうのもあった。みんながしらけてるよとかあった。このイベントは次へのステップとなったようだ。2日間のイベントもいよいよエンディングの時間。最後を飾るのは毎年恒例のライブステージ。観客が一気に盛り上がるため実行委員は会場警備に当たる。彼らは最後まで裏方に徹した。そしてラストステージが始まった。大学生が企画した2日間だけのイベント、この場所に集まった大勢の若者たち、彼らに実行委員の思いが全て伝わったかどうかはわからない。ただ一つだけ確かなことは、この場所は若者たちであふれたという事実。その中に彼らもいた。
員に物事を終わらせる。だが実行委員には干渉に浸っている時間はない。待っていたのは後片付け。若者たちは次のステージへと歩き出していた。カラーコーディネーターの資格を取るの。ヨットクラブでなんかレースみたいなのを。あわよくばミュージシャン。自分の中でも分かってるんですけど、表現の仕方が。